スピノーネイタリアーノスピノーネイタリアーノとは、イタリア原産のポインター犬種である。単に、スピノーネと呼ばれることもあり、別名はイタリアンスピノーネ、イタリアンワイヤーヘアードポインター、イタリアングリフォン。スピノーネという名は、トゲの多い植物の名前に由来していると言われているが、なぜこの名が付けられたのかは、諸説がありはっきりしない。少なくとも13世紀には、 犬種として存在していた古い犬種で、バルビーやセグージョイタリアーのアペロフォルテ、クリフォン種の犬などを交配させて作出された。後の世になると暗所でも見やすいような白いコートを取り入れるため、ポルスレーヌの血も若干加えられて、現在の姿になった。主に、ポインターとして、獲物の方向を主人に知らせるために使われていたが、レトリーバーとして撃たれた獲物を回収したり、 セントハウンドとして自力で獲物を狩ることもできた。1950年代になると無計画な交雑の影響により純血個体が減少してしまい、希少化した。現在スピノーネの大半はイタリア国内で飼育されていて、他の国ではあまり見かけることができない。だが、イタリアでは事業権としてだけでなく、ペットや 消ドッグとしても飼育が行われており、今後消ドッグとして注目される可能性はある。全身を覆うラフコートが印象的な犬である。見た目はふわふわしていそうに見えるが、実際には硬く丈夫なコートである。口ひげや眉毛も目立つ。毛色はホワイトかミルクの単色か、それ落ちとして夕食のブチが入ったもの。このコートは雨風や雪、砂ぼこりや泥、 茨から体を守るための防具の役割を果たし、どのような場所や天候でも量ができるため非常に重宝されていた。体つきはややがっしりとしていて、頭部は大きめ。混ずると、足は長く、目は円形でやや小さめである。耳は、長めの垂れ耳、尾は、ふさふさした垂れをだが、短く談をされることもある。 体高61から66センチメートル、体重32から37キログラムの大型犬で、性格は従順で、家族に対しては友好的であるが、防衛本能と警戒心が強い一面もある。見知らぬ人に対してはなかなか心を開かない。運動量はかなり多く、長めの散歩が必要である。力が強いので、万が一のことを防ぐため、訓練は、 しっかりしておいた方が無難である。かかりやすい病気は、大型犬でありがちな股関節形成不全、関節疾患、コートが目に入って起こる、目疾患、地肌が群れて起こる、皮膚病、皮膚炎、耳の中が群れて起こる、外耳炎などが挙げられるが、犬種としてかかりやすい病気の数はやや少ない方である。ありがとうございます。